先日仕事終わって帰宅すると、我が家の玄関に野良猫がいた。それだけならそれほど珍しいことではないんだけど、その猫はちょっと雰囲気が違った。ドアに向かいきちっと背筋を伸ばして座っていて、どうもドアノブをずっと見つめている模様。しばらくこっそり観察した後、我が家に何かご用ですか?と問いかけてみたら慌てて逃げていったけど、もしかして噂の猫猫ネットワークの調査員かな ?14 年連れ添った元野良が、天国に行ってもう6年、子供もまた猫を飼いたいというので、そろそろ潮時なんだろうか?ちなみに、先日助けていただいた猫です。の可能性もあるので、妻と子供に最近野良猫と仲良くしたか聞いてみたところ、身に覚えはないとのこと。謎だ。